始まだよ。はい、スゴフェスがやってきました。なんでこの角度かっていうと、こっちにすると窓が見えちゃうんでね。でもね、特定って怖いじゃないですか、今って。なんか生えてるの木の種類で特定とかされそうなんで、あのね、うん、引いちゃいます。はい、5回引けまーす。はい、引きまーす。スゴフェス出たらやめまーす。はい、金です。金。おー、ロブルッチじゃん。うわ、大当たりじゃん。ここで引いといた方がいいかな。じゃあもう一回探しまーす。はい、まあね、ロブルッチ出ちゃったんでね。赤かと思ったよ。毒球ですね。一応なんか、毒球も持ってるんですけどね。銀ですね。こ多分こっから3連続銀来るかなと思う。ほとりことりか。ゴミですね、マジで。やばいな。金だな。次銀だな。ベポだよ。まあ、2個目だけど、こいつ一応、めんどくせえな。はい、はい、最後引きまーす。まあ、これで、ローグが出ます。クソがよ。ゴミしか出ないじゃねえかよ。なんだこのゲーム。ゴミだな、マジで。いや、結構ガチャゲン出させてもらってるけど、1個しか出てない。まあ、ロブルッチですよ。終わらぬ夢の宿敵。敵全体の HP は 10% で1ターンの間、敵全体の防御力を半減させ、1ターンの間、それぞれの影響がかなり大きくなります。まあ、格闘タイプの攻撃力を 2.5 倍、体力を 1.2 倍とかだった気がする。タップタイミングボーナスにさらにキャラの攻撃力かける2倍のダメージは上乗せという。気なくすわ。なあ、確かに限界突破のやつ出ましたよ。まず限界突破ガチャゲンきつくない？きついわ。毒球もね、能力解放ちょっとされちゃってるからさ、進化してそっちの方を使おうかな。まあちょっとガチャゲンはね、残しておきますよ。おいおい、多分強くなりますよ。ホトリコトリも超進化とかが来てね、わかんないですけど。ああ、いやーね、惨敗ということで、まあ、今回は確かにロブルッチは当たりました。フェスゲンのロブルッチは当たらない。もうこれ、今回もこれ。本当にね、俺マジでさ、新スゴフェスが出るよって言って、スゴフェス本当最近当たってない。5連敗ですよ、今のところ。で今回まだマシかな。まだ新キャラ1体出たから。あの限界突破のキャラクターも出たから、まだな、でもな、限界突破でもな。つかねえもんな、あいつ。なんだあいつ、マジで。あれだろ？クマちゃん、クマちゃん。なんか今、限界突破やっと来ましたっていうのが、一瞬見えたんだけど、びっくりしたな。多分それメッセージだな。やっと来ましたよーっていう、なんか運営のメッセージだ。まあ、これゲームエイズなんですけど。ベポもういらねえな。ベポなんか使わねえよ。ベポ、いらねえだろ、こんなん。確かに A ランクだけどさ、はあ、クソだろこいつ、クソクソのクソだろ。全然強くね、潜在能力も。ステータスが上がるのが、まあまあまあクソですね。まあ案の定クソ。スキル必殺ターンはどう？なしか。まあ11早いもんな、十分。11、ああ、ひどいなー、なんか、ひどすぎる。ベポはいらないんだよ。毒球はね、ちょっと後で毒球進化させとこ。能力解放が5、あのね、毎ターン回復5ついてるんで、意外にね、もう、でんつてんてんてん。でではい、ということで、今回もスゴフェス負けました。まあね、あれだね、あ、パチンコじゃないけど、なんかあれだな、競馬で言うところのあれだよね、当たったけどマイナスっていう。
ああいうなんか専門用語あるじゃん、あれ、ああいう状況です、うん、でもね、ほぼね、1000円かけて90円くらいですかね。1000円かけて、200円だな。200円当たったって感じですね。あー、もうひどい。ひどすぎるよ、これは。ということで、もうね、もう珍しいレアアングルからの動画でした。伸びきった服。何これ、もうね。ね、禁断ボーイズのイクソの顎みたいに伸びてまーす。面白いでしょう。